さあ行きましょう。パワー系縛り、留学生が10日なんで10日間、1、2、3、4、5、6、7、8、9、9日間飛ばしていきましょう。どう、今年優勝できる？ピッチャー陣、先発ピッチャーはやっぱり今まで過去最高クラスになってると思うんで、勝てんじゃないのかなと。あとは岡本、長嶋あたりがどれぐらいの活躍してくれるか。彼らが普通にやってくれれば勝てるんですが、斉藤、前原。前原はミート、肩、守備、補給しか上がんないんだね。走力、パワーはもう上がんないのか。マックスか。さあ、じゃあ彼らを加えてやっていきます。クライマックスシリーズまでやってきました。リーグは 16.5 ゲーム差と圧倒的にね、勝つことができましたと。あとはクライマックスシリーズ勝つだけ。でもクライマックスシリーズ、だからうち短期決戦強いわ。やっぱ先発がいいから、ローキー、遠藤、大関、戸郷で、ここで4勝すればいいんでしょう。で、しかも日本シリーズなんて、さらに先発を贅沢に使えるんで、まあ、一番難しいのがクライマックスシリーズかなっていうところですね。前回優勝した時は、あの時も先発強かったっけ？そこまでか？あと今回この西浦見て、3割5分2厘49本97打点27盗塁やって、えぐくない？落合もえぐいけど、落合を全部超え、あ、でも打点だけ超えてないのか。あ、負けちゃった。普通に負けたわ。そんな話をすればまたうちは打てないのか。ローキで負けたのは痛いよ。ただ2戦目にうちが行くのは戸郷ですと。1点台なんで、佐々木朗希、戸郷、2人とも1点台です。さあこの2人で先発、この2人で勝てないと、てか初戦落としたのはマジでめちゃめちゃでかい。これ短期決戦で初戦取ったらほぼ勝てる可能性やっぱ高いんで、あー打てないよな。なんでこんな打てないの、なんでこんな打てないんですか。うち短期決戦、よーし、ホームラン。下山のガチャが当たったね。いやー、あんなにリーグ戦ね打ってんのに、短期決戦になったらすぐ打てなくなるんだよね。坂口のパワーが S91 まで上がっております。キャッチャー天宮がやばいよな。0割3分1厘なんよな。竹下使うか、まあ、1割6分7厘であんまり変わんないんですが、全然変わるか。1割3分変われば変わるか。だって2割と3割3分ってことだもんね。0割3分はさすがにやばくない？もうちょっと打てるでしょ。なんでそんな打てないの0割3分で。初めて見たんだけど、パワープロで0割3分のバッター。さあ今日は打って変わってランダ戦です。大丈夫です、うちならランダ戦対抗できますと。はいはい、ランダ戦なら勝ちますよと。はい、負けますと。ランダ戦で負けますと。短期決戦弱いね。宇田川がそんな打たれる？宇田川の防御率って 1.00 とかじゃなかったっけ。 1.00 よ、リーグ戦。リーグ戦 1.00 の宇田川がそんなに打たれることあるかな。3点取られてなかった。短期決戦弱い。でも勝てると思うよ。今年こそはやっぱ勝ってくれないと。はい、打線が爆発。はい、打線が爆発。こうなんよ。これをやってもらわないと困りますよと。さあ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 。これで3勝2敗か。王手かけるか。岡本、危ねえ。岡本が怪我したら。前原のパワーが上がっている。3勝2敗。こっからがうち弱いよ。こっから難しいよな、松本。まあ、戸郷、朗希の回復が、戸郷が回復 B なんだ。まあ、今日負けても明日戸郷が投げれると。最悪。で、戸郷投げて、朗希中継ぎ、大関中継ぎ、遠藤中継ぎでやっていくよ。そうなったら。惜しみなくピッチャーを投資するんで、今日は最悪負けてもいい。それか今日ここで戸郷を使うか。勝ってたらね、使えるんだけど、負けてる試合はちょっと使うのもったいないのかなと。打てないね、打線が。よし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 。一気に4点も取れますと。雨宮、代打送ってくれ。なんで雨宮に代打送られるの、ツーアウトの状態で。西垣も防御率1点台よ。リーグ戦で。それがそんなに乱調するなんて。
さあ今日はじゃあ戸郷でいきましょうと。 1.91 よ。で遠藤大関も今日は入ってもらいましょうか。絶好調原田を使って頼むぜ。戸郷が一人で投げてくれれば一番いいんだけどね、まあ、スタミナマックスまで回復してるから全然9イニングは投げれるんで彼なら。あとは抑えてくれるか。だからうちの打線よ、出す。いやーし、えらい。ただ足りないよ、足りないよ、怖いよ。そう、なんでこんな中継ぎ打たれんの。あー危ない、宇田川怖いて。なんでこんな打たれるんだ。あー戸郷が8回6失点。戸郷防御率1点台なんだけどね。山本由伸がクライマックスシリーズ日本シリーズ第1戦で打たれたみたいなもんか。うちのピッチャーが打たれまくっている、非常に不安ですが、ホームのアドバンテージがあってこれなんで非常に今現状不安なんですが、日本シリーズいきましょう。で DH なしのオーダーを考えていないので、まあ基本あんまり変わんないんだけどね。荒波抜いて岡本入れて岡本レフトで起用するぐらいか。対左に強いやつ、対左に弱いやつ、特にいない。であれば調子のいい選手から使っていきましょうか。まあ初戦は佐々木朗希で、じゃあ雨宮の本当に雨宮が16打点。雨宮ってフルで 1試合出てないのかな。出てはないのか、さすがに1年間は。まあ交代交代しながら出てたけどね、規定は言ってないでしょうね。ただリード A なんよな。それ以外リード A がいないんでね、うちの上位打線は完璧。1から3はもう最強です。長嶋が今年は打ってます。ただ打線は打てません。1点しか取れません。点取ってあげて、点取ってあげて。おーい、投手戦。なんとやっぱ名古屋ドームになると投手戦になるのかな。ホームラン2本で勝利です。バースデー本塁打どっちでしょう。さあ今日は中継ぎ使ったんでね、あでも意外とそうでもないか。朗希が結構投げてくれたから。頼ます。名古屋ドームで1勝、もう1勝して。ほんと打線って水物だよな。マジで打たないよ。マジで日本シリーズになったら打たないよ、うちの打線。リーグ戦は打つんだけど、ほらもう全くで 2安打、3安打、4安打、6安打。はい、でもピッチャーが頑張ってると、戸郷が完封と。リーグ戦ではね打者が助けるんですが、クライマックスシリーズ日本シリーズになるとピッチャーが助けてくれる。いい先発を取ってよかったですね。第3戦さあここでもう大関行くよ。で問題は大関遠藤といって第4試合からどうしますかと。第5試合からうちピッチャーもいないんで、朗希が第5戦目投げてくれればいいんですが、朗希が回復遅いんでね。あそこだって1試合目とこ投げさせたらよかったか。朗希の回復が、あ、ネオが先発してる。ネオ先発適性あるんだ。覚醒した男。3.49、8勝5敗。あ、今、2軍で先発調整してるからかな。リアルだと。いやー、中日がまじで、中日よく優勝できたね、これで。全く中日打たれないんだけど。打たれる気がしない。できたらこの4試合で決めたい。でもあ、松本こういくか。絶好調松本なら中日打線抑えれるでしょう。タッツミ
松本でもいけんじゃないの。うちの先発4本柱使わなくても、まあ、4本のうち2本が突き抜けてるんだけどね。4人がいいピッチャーいるんですが、2本柱2本柱かな。2本柱2本柱の合計4本柱となっております。さあ打線はいまいち湿ってます。さあここでもういっか、松本に任せるか。よーし、中日打線が弱かった。クライマックスシリーズのが厳しかった。日本シリーズのがあっさり勝ったね。4立て。ただ打線がめっちゃ打ったわけではないけど、ピッチャー陣が抑えてくれました。4勝0敗で優勝と。何、怪我？あ、ケイドが退団。あ、村上が帰ってきた。あー、村上見たかったけどね、残念ながら。来年から村上使えたらまた優勝できるチャンスが増えたんですが、村上帰ってくるの早くね。おそらく帰ってくるのが早いってことは活躍してないみたいだね。さあじゃあ年間表彰式の前に見ていきましょうか。89勝49敗、勝率は6割4分5厘と圧倒的な優勝となっています。 16.5 ゲーム差、最下位に 37.5 ゲーム差。交流戦は7位。投手が先発が1位で、中継ぎは1、2、3、4位か。先発は良かったんだね。打っては OPS1 位、打率は1位ではないですが、打率はでも2位か。 OPS も799とほぼ8と。この4本よな。戸郷がえぐいわ。 1.6819勝3敗、198イニング。遠藤で、朗希はイニングは少ないけど負けないよ、15勝1敗で。今年島内が良くなかったんよな。ただ中継ぎ、この西垣と宇田川、この2人は圧倒的です。勝ちパにしてるのになぜかホールドが全然ない。チャーチルとかなんか投げてるな。打っては西浦、3割5分2厘49本、97打点、27盗塁。クソ強い。これがショート、24歳、まだ26歳、プロ4年目のショートです。これが坂本超えるようなレジェンドショートになるでしょう。しかも普通まだ成長期なんでね。で、守備型らしい、守備が上手い選手です、この選手は。落合より打てる守備が上手い選手。ショートでね、この成績はやばいわ。で、雨宮来ていってるし、0割3分1厘、OPS144 ってやばくない？出塁率0割台、長打率も0割台と。見たことないです。三振率が3割5分8厘と。ただホームランは4本打ってると。ヒットが15。483打数15安打。これでも試合使ってもらってます。雨宮。一番マスクかまってます。盗塁阻止率は高いです、4割1分。肩は強くないんですが、よく出れてるね。リードがうまいというだけでね、周りの選手が打てるからいいけど、周りの選手が、そしてゴールデングラブ、まあ、ゴールデングラブって守備のね、守備の指標、あのタイトルだから、別に打撃なんて関係ないから、それを取ってもいいでしょう。 MVP 西浦、沢村賞戸郷、首位打者本塁打王が西浦、打点王クロフォード、最短打落ち合い、最高出塁西浦。おー、1、2、3位までうちですね。朗希165イニング220奪三振ってすごいの。完投が多い、登板が多いっていうのでやっぱ戸郷はいい選手ですね。いっぱい投げるし、30歳 1.68 と。朗希は29歳、未だにメジャー行きません。遠藤、西浦が本当にマジでえぐい。しかも右投げ左打ちと、クソモテるだろうね。顔もいいしね。歴代最高ショートよ。
今までで初めて、今までで育てた選手で一番いい選手かもしれない、もしかしたら。彼がもう数々の記録を塗り替えてくれたら、もうホームランはちょっと厳しいか。プレイ時間はちょうど4時間だし、ペナントプレイ歴8年と。今回は結構意外とというか、まあ早く終わったね。まあ、FA やらいろいろ取れたんで、その点が良かったところでしょう。早く終わったところでしょうか。なんでね、通算記録もそんな大したことないよな。西浦がえぐいと。初年度2割2分2厘と2割6分3割1分3割5分と。ホームランも出るようになったしない。西浦はまだ S にはなってない。まだ早いもんな。まだ A か。これが何年もやっていくと S になっていくような選手でしょう。下山初年度のドラフト。通算打率は1割9分3厘。ずっと1割台。地味にホームランを1回取ってます。でも2年目で落合が取れたのがやっぱでかいよな。ここ4年連続首位打者、2年連続最多安打、ホームラン王、打点王と。長嶋が意外とまだ打ってないよな。今年は良かったけど、それまでちょっと地味だったよね。地味だったんだよな。1年目2年目良かった、3年目4年目ちょっと苦しんでますが、去年もまた活躍しましたと。で、雨宮の通算打率は0割7分7厘です。078-170-053-116-084-072-031。ホームランはだいたい5本近く打ってんだけどね。ここの落合、長嶋、西浦、3連続で当てたのが、西村、マジで強い、こいつ。まあ、サードだったからコンバートしたんだけどね、ショートに。もともとアマチュア時代はサードやってました。プロに入ってからショートにコンバートされて、大活躍といったところですね。で、村上が帰ってくる。吉野はまだメジャーで、吉田、鈴木もまだメジャーというところですね。まあ、今回は終わりましょうか、これで。次何やろうかな。またなんかやりたいと思います。バイバーイ。